第21章。何でもいい、ああいうガキが成人いたすときっと俺を親の敵だなどと狙うに違いない。どうも睨み目が一通りでない。俺は気になってならぬから、マヨ太郎を人知れず手前殺してはくれまいか。へえ、まだかい。いえ、波江様、すりゃおめえ様いけましね。よく物を積もってご老じませ。まだ二つやそこらのお子で、父飲む小せえ坊ちゃまがおめえ様の顔を睨むの、怖え顔をしてみるのということがあるものですか。親の仇うつべなどという念があるもんじゃね。そりゃおめえ様が気とがめるのだ。よさせ、かえそがに。そりゃな、ああいうことをしたからこっちの気でそう思うのかもしれんが、先端は双葉よりかんばしとやらで、あのガキはなかなか利発で、2歳や3歳の常の子供とは違うよ。双葉のうちにからずんば、斧をいらるるの食いあり。あれは今のうち亡き者にせんければ俺が枕を高く寝られんよ。何？千段巻きの槍でやれって？いや、ただいま申したのは、ありゃ引き事を申したのじゃが、どうかうまくガキをやってくれ、頼むよ。いや、いけましね。堪忍してくだせまし。あの可愛らしい坊ちゃまが、お前様どうしてそんなことができますものか。それではどうしても嫌だと申すか。と喧騒を変えますから、あれ波江様、またお怒んなさるかえ。怒りはいたさぬが、それではなんじゃな。マヨ太郎が成人いたしたら、その方は親の仇はこの波江じゃと申して、俺を仇と狙わせ、助立ちをいたして打たせでもする心か。あれダメだよ、なんでおらそんなことをしますべ。俺は正直者だから、去年落合の一件に余儀なく加担はいたしたが、心は元の主人へ忠義を尽くすつもりで、この波江を仇と狙うに沿いない。よし、またそれでなくっても一度ならず再度までかかる大事を明かさせておいて特進いたさねば、必ずや五日耐え口外いたすに違いない。さすれば我が身は安穏にはおられぬ。不憫じゃが。と片絵にあります差し旅母の刀を引き寄せまして、恋口をくつろげますから。ああ、これさ、待て暮らしや。ああ、気の早いお方で、おめえ様は声。一旦悪事に加担いたしたその方ゆえ、何も殺したくはないが、申すことを聞かねば是非がない。あれさ、まあ待ちなさい。気短いお人だ。しからば、マヨ太郎を殺してくれるか。はあ、情けねえ。俺頼まれべ、やりやすいよ。それではやってくれる気か。俺やるよ。と泣き声を出します。波江は得たりと思いますから、刀を元のところへ置き、言葉を和らげまして、それでは聞き入れてくれるか。やだと、いや命取るというから仕方がねえ。やりますべ。だが坊ちゃんをどうして殺した。それはこうじゃ。手前も知っておる通り、お着せがせんだってから我が種を宿して解任いたしたゆえ、父が出なくなったので、ガキめがピーピー昼夜とも泣いていけぬ。どうか乳母を置いてくれと言うから、それはいけない。気心の知れぬ者を置いてはマヨ太郎がかわいそうだ。いっそ確かなところへ里にやるがよいと俺がそばで申すから、手前それはちょうどよい。ご心臓坊ちゃまをお里におやりなさるなら、いいところがあります。田舎へおやんなさい。田舎は江戸と違ってのんきだから、達者にお育ちなさる。そりゃ半年もたちゃくりくり太って大丈夫になんなさると、そばで進めるのじゃ。おう、それから。手前を普段から正直者と思っているから、本当のことに思うところで、その先は
私の妹の縁づいておる先の親類とか何とか申して、直近在で鳩ヶ谷というところで大臣でございます。電池の200石もあって、馬の10匹もある、なかなか金持ちで、そこの嫁さんがこの間初産をしたところが男の子であったが、虫ができて死んだ。父はたくさんあるし、奉公人の2、30人も使っておりますから、坊ちゃまはお幸せだと、手前が本当のように申すと、お着せは喜んで承知いたすに違いない。ほう、それからどうします?もっともお着せは、真世太郎を手放す心は心底なかろうが、そこはなかなか義理があるから、よんどころなく、それでは庄助頼むよときっと申す。そういたすと、俺が善は急げだ、すぐに連れてまいる方が真世太郎のためだと申すから、あれが着替えの衣類からおしめまでつけて手前に渡す。よろしゅうございます。保土ヶ谷と申すのは三里半ばかりしかございませんから、これから行きますとすぐに宅を出て観音様の奥山へでも参って、日の暮れかかるを待ち合わせて、それから四ツ谷角筈村の十二荘へ行くのじゃ。ほう、それからここの大滝はなかなかものすごいほどな高いところから落ちるが、谷の下は深い滝壺で、ここへ真世太郎を放り込んで殺してしまうのじゃ。第22章。滝壺へ坊ちゃまを放り込めんて?そりゃダメだ。なぜいけぬ?それだって、いくら深い滝壺だって水だから坊ちゃまを打ち込めば死骸が浮くだ。そうなった日には大事だ。すぐに俺が技だということが知れて、ほらお仕置きになるだ。こりゃ波江様、やめなせ。いやいや、そんな心配はいたさいでよい。南条という上から落ちるはずの試験もある滝だ。ことに滝壺の下は皆岩だから、あそこへ打ち込めば死骸はそこまで行かぬうちにみじんに砕けて散乱して、どん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 水に流れてしまうのは受け合いだ。それを守備よく手前がやってくれれば、金を20両使わす。まだその他に手前が特分になるのが真世太郎の衣類、また月々いくらずつか渡さねばならぬ里淵、これも先へやるところがないゆえ、手前が途中で懐へ入れて知らん顔でおれば、それは俺が承知だからよい。うまく彼を殺して済まして宅へ帰って口を拭いておればよいのだ。うまくやってくれ。ええではいけん。生返事をいたすのは不承知か。不承知ならよろしい。大事を明かさせて、それで嫌だと申せば是非に及ばぬ。手前を切り殺して、これも後で滑覆いたして相果てる。覚悟いたせ。また刀を引き寄せますから、まあお待ちなせ。昨日短けお人だ、まだ嫌だとわし言い切りゃしねえだ。それでは承知してくれるつもりか。仕方がねえな。やりますよ、やっつけべ。承知してくれれば上々だ。さあそれでよいから、一杯やって飯を食え、などと申しますが、庄助は情けないことだと思いますから、どうして酒どころではない。ここの勘定も程よく済ませまして、浪江は庄助と連れ立ちまして宅へ帰りました。今帰ったよ。お着せは真世太郎が父が出ないので泣いていけませんから寝かしつけております。ええ、また泣くのか。いかねえの。そうひいひい泣かしてはどうせやるよ。あれ、静かにさせないか。ああ、決まりだよ。何?父がないから。それだから里にやるがよい。なあ庄助、手前が頼まれた口とかあれはしごくよいな。まあお帰り遊ばしませ。ようよう寝ました。もう本当におやかましゅうらっしゃいましょう。これと申すも
私が父が上がりましたので、もう少ないものですから難りまして。どうも子供は父がないといかんもので、これまでちっとも泣かなかったものがにわかにひいひい。それだから里にやるのが一番だの、翔助。ではない。手前が党から頼まれておるところなどは良いではないか。ようございます。田舎はどこだな。ここだよ。何を申す。これ確か鳩ヶ谷とか申したな。おきせ、よく聞いてみるがよい。翔助が頼まれたところというのは鳩ヶ谷という田舎で、ここから三里、なに三里半もある、大臣だそうだ。ほう、馬の200石もある、電池の20匹もある。なんじゃ、電池が200石、馬が20匹、それはなかなかの武言だな。その嫁というのは手前が妹の姪で、それはちょうどよいな。坊ちゃまを田舎やってご老じろ、そりゃあくりくりと太って乳がおるほどたくさんあるから、ええよ。名は、木左衛門とか言ったな。おきせ、翔助が口入れだから案じることはない。与太郎が手前の乳を探って出ぬから中をして吐き出すのは実に見ておってもいじらしいよ。あれがためだから早いがよい。今日翔助に頼んで連れて行ってもらうがいい。と少しは話のございましたことですが、こう急なこととも思いませんから、あっけには取られましたが、根が素直なおきせゆえ、それでは翔助、お前が先を受け合うのかい。わし受け合うよ。先は電池の200石もあって、馬が20匹もある大層な武言だよ。お前の親類だと言いだから、どうやっても安心だ。と浪江がそばでせき立てますから、これもぎりづくと、せっかく泣き止んで寝ております真世太郎を起こしまして、着物などを着せ替えまして、タンスから出しました着物、これは普段着、これはよそ行きと重ねて風呂敷へ包み、おしめまでも一つにいたしましたが、そばで見ております諸母助は心の中で、情けないことだと涙をかみ込んでおります。おきせは真世太郎を抱き上げまして、まずしばらく会えぬから、これが当分父の飲ませ納めだと出ない我が父を含ませます。おきせはこれが全く我が子の顔の見納めと後に思い当たりましょうか。神ならぬ身だから存じませんので。翔助や、お前に頼んでおくがね、この子は虫で時々引きつけることがあるから、その時には救命丸を一粒か二粒飲ますと時期に開きがつくからと、先のおっかさんへそう申しておくれ。ようございます。案じねえがええよ。なあに、決して案じはしない。ただあんまり急だから、なんだか手の内のものを取られるようで。もっともだよ、手の内のものを取られるんだからね。途中で泣いたら頼むよ。ようございます。この頃はわしに馴染んでござるから、もし泣いたらじいが落眼を噛んであげやす。それで時期に泣きやむだ。